皆さん、こんにちは。今回は音楽素人が音楽生成 AI を使って音楽配信サービスにデビューしようというその顛末のお話です。音楽配信サービスといえば、Apple Music とか Spotify とか Amazon Music、その他いろいろあるんですけれども、これらのサービス使っていらっしゃる方も多いと思うんですけれども、月いくらいくらでいろんな曲が聴けるよというようなサービスですね。私自身は Spotify を課金して利用してるんですけれども、ここに自分で作った曲をアップしまして、音楽デビューしようということを考えたのは、やはり音楽生成 AI が出てきたからではあるんですよね。で、その音楽配信サービスと、そのアーティストを結ぶものが、ディストリビューターっていうのがあるんですけれども、ここにですね、登録しまして、審査があってからの、音楽配信サービスへの、登録という流れにはなります。それで音楽生成 AI のスノーなんですけれども、規約を見ると、 Spotify とか Apple Music など課金すれば商用利用ができるというようなことは書いてありますので、まず課金します。実際にスノーで音楽を作ってみます。次にディストリビューターなんですけれども、いろいろ見た結果、一応ランダーに登録してみました。ベーシックプランですかね。ベーシックプランに課金をします。そうして、何曲か作ったものをランダーの方に登録をしてみました。そして審査が始まります。そして1週間ぐらいした時に、メールが来まして、 AI によって生成された素材が含まれているため、現時点ではリリースを配布することができませんという、当社の弁護士って書いてますけども、そういったような、方針ですね、になっておりますね。それで同じようなことをやってる方々はいらっしゃるみたいなんですけれども、ディストリビューターの方でチューンコアさんの方で、できたよとか、ライトスケールさん、ディストリビューターのライトスケールさんの方で、こういうふうにやってで、できましたよというような、ディストリビューターによって対応は様々なようです。これは2024年の3月末時点のお話なので、将来的には、あの時はあんなことがあったねなんていうことになるのかもしれません。生成 AI の世界っていうのも時代の変化に合わせて、早く進むでしょうし、今後全てのディストリビューターで同じような対応が取られるのかもしれません。ここまでご覧いただきありがとうございました。それではまた。